はい、全体で言えばメスで5キロ餌を1日5キロ、はい、オスは、ね、8.5キロ毎日それを食べる。あとは、ね、こういう餌もヒヨコ、こういうのも売ってます。オスの方が一回り大きいです。オスの方が多い。キリは全然来ない。主食はいつ食べるんですか？あの本当は閉園するときに裏に入って、はい、そこに まとまった餌があって、餌が欲しいから入ってくる。そうなんや。ちょうどこの間その発情期が来ていて、この2頭は交尾していたので、もしかしたら、ね、春に出産するかもしれない。だいたい妊娠期間が100日と言われるんですけど、100日後ぐらいに子供が生まれているかもしれない。何匹も生まれるんですか？大体ですね、2から4ですよ。左4個もなったら大変ですよね。やっぱり絶滅危惧種なので、その、まあ、動物園で繁殖させることはとても大切なので意外とね、臆病なところもあるんです。全く猫パンチと一緒だね。本当に猫がそのまま体の仕組みを同じままに大きくしたらこれになります。あのっていうのは何なんですか？あれはね、挨拶です。メスに対してその友好的な挨拶。コミュニケーションです。ちょっと勇気食べて。見るとね、前足が大きいっていうのが分かりますね。後ろ足に比べてもね、前足が大きいです。僕の番だ。よいしょ。切り捨て。あらら、ここで食べないで向こうに行っちゃうのね。意外と近い。この大きさならクマも仕留めちゃうと分かりますね。ってことはね、しないんですけど、このまあ剣歯でエマも仕留めますね。奥歯はね、骨を砕くための歯をしてます。人間みたいなこう平らなこうよく噛む歯っていうのはもともと持ってない。肉を引き裂いて、骨を砕いたらもう丸飲みしちゃう。そんな歯をしてます。これも動物園で、前に飼ってた虎の、これ頭骨から肩を取った。これが中に入ってる。僕の友達が。頑張れよ。変わってきた。ちょっと小さいの。ひよこ。うわ。ちょっと君が飛ぶか。飛ぶかもしれない。ザラザラの下が。下大雪。我在一下子。嗯，对啊，是下大雪啦。你说，你看，你看，像不像 L 三？そうだ。もう本当ベッド見てるような感じ。で、こっちから、まあ、初めてやれば。あのここの動物たちって、はい、オスとフメってどっちぐらいなんですか？これで5歳。5歳。今年で6歳。すごいな。何あれ水あげてんの？ミルク？ミルク？ミルク？肉球まで。すごい。肉球まで。でかっ。お尻を向けたら要注意だって。これはすごい。すごいなぁ。うわぁ、怖い。
わかったの、これ大人なんだけどこれおやつ、おやつ、まあ、怖っ、かわいいね、そうか、かわいい。